メアリリードは18世紀のカリブ海で活動した海賊。ジョン・ラ・カムの手下であり、アン・ボニーと共に有罪判決を受けた数少ない女性海賊の一人である。メアリは1685年にイングランドで生まれたとされる。メアリの母は若くして船乗りと結婚し、息子を産んだが、夫は航海に出たきり戻らなかった。その後再び妊娠した母親は、 己の不義を隠すために、田舎の友人のもとで暮らすと言い,い、息子を連れて、ロンドンを去った。やがて息子は幼くして死に、彼女は代わりに女児を出産した。それがメアリである。メアリの母親は、経済的に困窮し、数年経ってから再び、ロンドンの夫の母親の元に戻った。そして経済的な支援を得るために、娘のメアリを断層させ、 死んだ夫の息子であるように偽装したのである。メアリーは祖母に養育されたが、13歳の頃にその祖母が死ぬと裕福なフランス人貴婦人のもとに奉公に出され、やがて軍艦での仕事を得た。軍艦を体感したメアリーは、フランドルに渡り、スペイン継承戦争でオランダと同盟を結んでいた、イギリス軍の騎兵連隊に加わった。メアリーは現地で同僚と婚約し、 退役後に結婚して、ブレダ城の近くに、スリーホースシューズという居酒屋を開いたが、幸福な結婚生活は長くは続かなかった。なんと夫が休止してしまったため、店を畳んで、オランダの軍部に着き、西インド諸島行きの船に乗ることになった。チャールズ・ジョンソンは著作の海賊誌で、メアリが参加したのは、大同盟戦争であり、夫の死後レースウェイク条約が調印されて兵士が、 撤退したために商売が立ち行かなくなったとしている。いずれにせよ彼女が西インド諸島に向かったのは事実である。海賊史オランダ版のメアリリードメアリが乗った船は海賊に打破されニュープロビデンス島ナッソーに連行された。メアリはナッソーで海賊として振る舞い、ウッズ・ロジャーズ総督に投降した後も総督がスペインに対して準備した死略船に乗り込んで反乱を起こした。 メアリーがアン・ボニーと知り合ったのはこの頃で、アンがメアリーをハンサムな男だと勘違いして言い寄ったことがきっかけであった。1720年8月22日、アンの恋人であるジャック・ラカムは、アンとメアリーの他数人の手下を率いて、ジョン・ハム船長のシリアクスループ船、ウィリアム号を盗んだ。こうして、有名なジャック・ラカム船長と二人の女海賊の航海が始まったのである。 メアリとアンは戦場において平時は女の服を着ており、獲物の追跡や戦闘時には断層していたと捕虜が証言している。ジャマイカで一味の捕虜になった漁師のドロシートをマスは彼女たちについて男物の上着とズボンを身につけ、ハンカチを頭に巻き、両手に剣や銃を持ち、男たちにバリ増言を浴びせていたと証言し、二人が女だと気づいた理由として、 胸が膨らんでいたからと付け加えている。10月、一味は、ジャマイカのネグリル近くにて、ジャマイカ総督から、海賊討伐の命を受けたジョナサン・バーネット船長の、試略船と遭遇する。戦闘におじけづいた、ラカムや男たちが船倉に隠れた時も、メアリとアンだけは、果敢に戦った。メアリは、ラカムたちに、甲板に出て男らしく、戦えと嫉妬したが、 それでも彼らが奮起しないのを見ると、戦争に向かって発砲し一人を殺したという。メアリとアンの抵抗も虚しく、バーネットはラカムの船を制圧して、一味をポートロイヤルに連行した。一味は有罪となってラカムたちが公主刑に処されたが、メアリとアンは妊娠を主張したために刑が延期された。これは法律で母親の処刑によって、 大事の生命を奪うことが禁じられていたためである。死刑は免れたものの、メアリは、獄中で、ひどい熱病に侵され、1721年4月28日に、息を引き取った。その亡骸は、ジャマイカのセントキャサリン教会に埋葬されたという。相手を呼び出して、旧正一死にするメアリリードメアリは、海賊船に、恋人がいた。ある時、 その恋人が他の海賊と決闘することになった。彼女は相手の男が恋人よりも手強いことを危惧したが、決闘をやめさせて、恋人が臆病者の落因を押されることもまた忍びなかった。そこで彼女は相手の男に自ら喧嘩を吹っかけ、恋人よりも2時間早く決闘することを約束した。メアリーは決闘で相手の急所を一きにして殺してしまい、結果として、 恋人は難を逃れたのである。後の裁判において、メアリーの恋人は強制的に海賊船で働かされていたと彼女自身が証言したために赦免された。メアリーは海賊史以外の資料でも言及されている。彼女に対する資料での初めての言及は1720年9月5日のウッズ・ロジャーズによるもので、ジャック・ラ・カムに関わりのある海賊としてメアリーに言及している。 ありがとうございます。